皆さんこんにちは。今日は学生エコドライブ選手権が行われている鈴鹿サーキットに来ています。日産の責任者に話を聞いてみましょう。坂井田さん、はい、このエコドライブチャンピオンシップどんなイベントなんでしょうか。はい、全日本学生自動車連盟と環境省が共催しておるイベントになりますけれども、今回が11回目を迎えます。我々日産自動車はその最初からですね、車両を提供させていただいております。今回全国から34の大学の自動車部の皆様が参加されていると聞いております。エコドライブチャンピオンシップという名前がついているからには、きっと何か競技を競い合うんだと思いますが、どのような競技なんでしょうか。日産、トヨタ、ホンダの3社が提供する車両を乗り継いで、タイムと燃費、あるいは電費ですね、こういったものをエコドライブで競い合う大会と聞いております。そして日産としては車両提供以外にも何かサポートを行っていますか。3つあるんですけども、1つはレーシングドライバーによる GTR ニスモの同乗走行、それから今回日産リーフを持ち込みましたので、それによるエコドライブ診断と、新しい試みになるんですけども、日産インテリジェンスモビリティのトライアスロン、そして情報交換会、この3つになります。おはようございます。じゃあ行きます。ロニー選手は今回2回目のこのイベントへの参加ですよね。ちょうど今私も一緒に車に乗りましたけれども、エコドライブ診断もやりましたよね。そうですね、去年はね、初めてこういうエコドライブの、冬ドライビングがあって戻ってきて、日産の担当からロニーちょっとエコドライビングに向いてないって言われてすごくショックで、今日は、去年ね、受けたアドバイスをちゃんとね、生かして、去年は、100点満点、70点だったんですけども、今日は89点で褒めてくれました。はい、今日リーフでうまくこういういいペダルを使って一回もブレーキを踏んでないでずっと回ってて、素晴らしかったです。ほぼ学生たちみんなに89点なんだけど負けたので、だからみんな本当に上手なので、今日のエコドライブチャンピオンシップのレースにすごい期待したいです。皆さんに、ぜひ頑張ってほしい。マジか。久しぶりなんでドキドキします。すごいな、すごい一発で決めてくれたね。入りそうじゃないですか。あ、行きますね。すごいこれ。もう本当、私もう一回やんない、もう一回やって。先生、我々選手一同はスポーツマンシップにのっとり、全日本の名をかけて正々堂々とエコドライブすることを誓います。日産としてレーシングドライバーがエントリーして参戦するという形だったんですけれども、競技を終えていかがですか。最初タイムの制限があるのことを知らなくてですね、最初の話が飛ばしすぎてしまって、
まだ結果出てないから分かんないんですけど、ちょっと僕今ドキドキしてますね。コーナーをどうしても速く走ることっていうのはレーシングドライバー、まあそれが仕事ですからできるんですけど、燃費だったり、まあ、リフでいうと燃費を抑えるなんていうことはあまりちょっとね、普段サーキット走る時に関して言えばちょっと今できなかったんで、ちょっと不安ですね。学生の皆さん一生懸命エコドライブ頑張っていたと思います。どうでしたか、コース上でご覧になって。チームによっては作戦も変えて、下りだったらちょっと抑えるとか、逆に上りはちょっと踏んでいこうとか、その逆もあったし、まあ、走っててそのみんながやってることがすごく分かったので、そういう運転の技術だったり車の走らせ方をいろいろ工夫しているのがすごく見えたので、そういう部分はとても楽しかったです、はい。それでは全日本エコドライブチャンピオンシップ2018成績発表を行います。優勝、慶応義塾大学チーム。今のお気持ちいかがですか？まず学生の部で優勝できて本当に嬉しいです。昨年は総合優勝できていたんですが、ちょっと今年は3位だったということで、来年はぜひ後輩に頑張ってもらって総合優勝を目指してほしいと思います。はい、そして今回は、競技車両の中で新型の日産リーフ、運転された方がいると思いますが、どなたが運転しましたか？はい、では運転してみた感想いかがでしたか？初めて運転したんですけれども、一つのアクセルペダルだけで減速と加速をするというのはすごい最初慣れなかったんですけど、慣れてくるとすごいやりやすいなというふうに思いました。今までとは全く違ったような感じを感じました。はい、では来年はぜひ総合優勝もう一回、奪還してほしいと思います。応援しています。まずは今年はおめでとうございました。ありがとうございました。では最後に、このイベントに協賛する意義、日産としてはどのように考えていらっしゃいますか？はい、今回すべての車両を新型日産リーフで取り揃いました。これによってですね、 EV の先駆者である我々日産自動車のイメージアップ、それから学生の皆様に、日産自動車を好きになっていただく、で最後になりますけれども、まあ、もしかしたら将来一緒に働くことになるかもしれない仲間のですね、学生の皆様をアプローチすると、そのようなことを考えております。いかがでしたか？今回のエコドライブチャレンジの経験を積んだ学生たちの今後の活躍が楽しみですね。それではまた次回お会いしましょう。